ロクサネは、バクトリアの王女で、アレクサンドロス3世が最初に結婚した記載である。紀元前343年以前に生まれたが、正確な年は分かっていない。アベスターゴデレイックスシュナ、または、ローシャノックは、輝く美しさという意味である。ロクサネは、バクトリアの奥州アルテスの娘として、バルフで生まれ、16歳の時に、アレクサンドロス3世と結婚した。 バルフは最後にアレクサンドロス三世の手に落ちたペルシア帝国の地域であった。古代の文献はアレクサンドロス三世のロクサネに対する公然の愛について記述している。ロクサネは紀元前326年に行われたアレクサンドロス三世のインド北部への遠征に同行した。紀元前323年にアレクサンドロス三世がバビロニアで突然死去すると、 彼女は、アレクサンドロス3世との愛の子を産み、アレクサンドロス4世と名付けた。また、アレクサンドロス3世の死後、ロクサネは別の記載であるスタテーラと、その姉妹、ドリュペティス、または3人目の子パリュサティス2世を殺害した。ロクサネと、息子のアレクサンドロス4世は、マケドニアで、アレクサンドロス3世の母オリュンティアスに保護されたが、 紀元前316年にオリュンティアスは暗殺され、カッサンドロスは即位を望んだ。アレクサンドロス4世はアレクサンドロス帝国の正当な後継者であったため、カッサンドロスは紀元前310年頃に彼とロクサネの殺害を命じた。